戦火商人尺戦火は中国の仏教者。俗名を白玉書と言い,い、またはなお玉器とも言う。出身は中国東北地方の吉林省創上県である。現代仏教の構想で信者たちは尊敬の念を込めて戦火承認と呼んでいる。アメリカのサンフランシスコに満仏正城と呼ばれる仏教の修行道場を作った。 彼は仏教を西洋世界に広めた先駆者の一人であり、特にアメリカの西海岸の布教に大きく貢献した。また、台湾の仏教界にも多くの信者がいる。商人は禅宗である、異業宗の第九代保守である。12歳の頃に生死には意味がないと感じ、出家を考える。母親が亡くなると、墓盛りを3年間務め、出家する。典の研究をはじめ、 志を遂げるべく、仏法の布教に努める。1968年に、香港からアメリカに渡り、弟子たちに毎日座禅し、毎日念仏を唱え、毎日経典の研究をするようにさせた。この三つの教えにより、信者が増え、中国籍、アメリカ籍、イギリス籍、ベトナム籍の多くの若者が仏法に帰えし、出家した。商人は自身のことを、 小、小カムシ・墓中層・勝死人などと称したことがある。ただし実際には前週である、異業州の第9代保守であり、前週の最高指導者の一人である。戦火法360百科、baike.so.com、2019年7月20日閲覧、ありがとうございます。